セルズドン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位、サー・ウィリアム・ミッチェル・トムソンが1932年に譲されたことに始まる。本校では、前身となった、順男爵くらいの歴史についても触れる。初代順男爵が邸宅としたビュートハウス、現在は、スコットランド首相官邸となっている。スコットランドの実業家サー・ミッチェル・トムソンは、 エディンバラ大学総長を務めた後、1900年9月26日に、順断尺に上された。また彼は、同年に直居を得て、母の姓である、ミッチェルを加えた、ミッチェル・トムソンに改正している。二代順断尺ウィリアムは保守党の政治家として、活動し、スタンリー・ボールドウィン内閣では、郵政大臣を務めている。彼は、 庶民院議員を実施した後の1932年1月14日に連合王国貴族としてサリー州クロイドンのセルズドン男爵に乗されて貴族院に転じた。彼の息子である2代男爵ピーターはレーサーとして名を残しており、1949年ドルマン24時間レースではルイージ・ギネッティと共に優勝を果たしている。3代男爵マルコムは保守党の政治家として、 活動しており、1999年の貴族院法、制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。2019年現在、彼が男爵家の当主である。現当主である、第三代、セルズドン男爵マルコム・マッケンチャーン・ミッチェル・トムソンは、以下の爵位を有する。法廷推定相続人は、現当主の息子、コーラム・マルコム・マッケンチャーン・ミッチェル・トムソン閣下。 ありがとうございます。